泡の味がおかしくないか。ああ、わかるよ。きっと食べ飽きたんだ。魚が恋しくてたまらない。 さあ、こちらへ。氏経公の伝承でございます。古の事、翼持てる悪鬼ありて災いをなす。代理氏経公を召されり、氏経神の籠瀬氏弓を持つ東大一の弓取りになり、再び悪鬼越したれば、 弓を引っつかみ、異音さんとて立ちにけり、狙い誤たず矢は遥く雲をつかんとともゆきして、氏経放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち、末路の息を氏経公に吐きつける。ほどなく氏経随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども、 人の叫びのみ聞こゆ、いらるるは皆人なり。氏経ならんと覚えども、帝哀れに思し召す。氏経対馬へ流されて幾とせののち、こと切れる。覚えるものもわずかなり、 発狂を打ちし、かの弓は対馬の島の物隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。 気をつけくだされ。かの弓は求める者を闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。
心を鎮めるため、内常公は雲明行き青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。孔子が言っていた青い紫陽花、この近くだ。妙だ、あの岩、隙間が。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これが内常の墓。弓を探すな。死ぬことになるな。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。お前は名馬だ。いや、うん。
走れ。また青い花。さあかかってこい。逃がしてやる。小松の民はみんなあなたに救われました。さあ行け。どこかに身を潜めるのだ。猛虎が辺りの道を全て押さえています。通る者を捕らえるために。俺が成敗してまいる。安心して逃げるがよい。
走れ。青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔追いをするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。意はないと思え。弓を追うでないぞ。よし、影。青い花、この方向だ。氏経の調球。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取り憑かれることになるぞ。
子を倒すことが先決。呪いは後で考えよう。倒すことが先決。呪いは後で考えよう。倒すことが先決。呪いは後です。
来い。
走れ。あの日を忘れることは決してない。俺が子供でなければ、弱く臆病でなければ、父上を守れた。仲良くやっていこうな。
初雪のごとく白い染め物。お侍は滅びたかと思ってました。それが客を迎える言葉か。これは失礼をいたしました。人との交わりが増えてで、友と呼べるのは染料と刷毛と漆と布くらいです。ですが城郭の雪のごとく美しい白に染め上げることができます。十分な素材をお持ちくだされば、あなた様の兵具を冬の神のごとく白く染めましょう。助かった。冬の神が蒙古を滅ぼしてくださる。金、材木、布を扱います。お目が効きますね。お譲りできるのはこれだけです。これほどの品はありません。鶴の夫の調子はどうだ。笹の葉で煎じた茶を飲ませる。何か？別に。鎧はお体に合ってます？もう鍛えられません。